ジェームズ・ベンジャミン・ゴーズ・ウィッシュは、アメリカ合衆国入りのイリノイ州スティーブンソン軍、フリーポート出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。2005年の MLB ドラフト11巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、6月30日に契約。A-9 バタビア・マックドックスでプロデビューし、10試合に出場した。2006年は、 A 級クリアウォータースレッシャーズでプレイし、95試合に出場して打率。252.5本類が39打点、1盗塁の成績を残した。2007年は A 級レイクウッドブルークローズでプレイし、92試合に出場して打率。224.5本類が45打点の成績を残した。2008年は A 級クリアウォーターでプレイし、 102試合に出場して、打率、214.3本塁打、34打点、2盗塁の成績を残した。2009年は、A 級レディングフィリーズで開幕を迎え、60試合に出場。8月に、トリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ昇格した。トリプル A 級リーハイバレーでは16試合に出場した。2010年は、A q レディングでプレーし、 97試合に出場して打率241.9本塁打32打点の成績を残した。2011年も AA 級レディングでプレーし109試合に出場して13本塁打66打点に4盗塁打率247の成績を残した。オフの10月に開催されたグアダラハラパンアメリカン競技大会の 野球アメリカ合衆国代表に選出された。2012年は、AAA 級リーハイバレーでプレーし、65試合に出場して打率。192.4本塁が20打点の成績を残した。2012年7月31日に、金銭トレードでトロントブルージェイズへ移籍。AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレーし、24試合に出場して打率。 277.1本類が8打点の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2012年11月4日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2013年はトリプル A 級離の A シズで開幕を迎え、72試合に出場して打率。284.7本類が33打点。 一盗塁の成績を残した。8月1日にメジャー初昇格を果たし、同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。9番、保守でスタメン起用され、3打数1アンダ1三振だった。8月26日にトリプル A 級リノエ降格。登録枠が拡大した9月3日に再昇格した。この年メジャーでは14試合に出場して8アンダを放ち、打率。 178.3打点の成績を残した。2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意した。この年は第2捕手として41試合に出場して打率、225.1本類が13打点に盗塁の成績を残した。2015年は前年まで正捕手だったミゲル・モンテロが移籍したため、開幕から先発起用されていたが、 5月29日に左膝の故障で15日間の故障者リスト入りし、7月4日に60日間の故障者リストへ移動。そのままシーズンを終えた。この年は38試合に出場して打率、211.1本類打、13打点に盗塁の成績を残した。2016年は開幕はマイナーオプションでトリプル A 級リノに配属されたが、 7月1日にメジャー昇格した。33試合の出場で打率。156.3本塁が7打点の成績を残した。2016年11月18日にウェーバー工事を経てアトランタブレーブスへ移籍した。2017年1月26日、再びウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。開幕は 参加のトリプル A 級タコマレーニアーズで迎え、5月5日に、聖保守のマイクズニーノと入れ替わりで昇格した。8月6日に、ヨンダー・アロンソラの加入に伴って、リーフとなり、10日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級タコマへ配属された。この年メジャーでは11試合に出場して打率、071だった。2018年1月16日に、 マリナーズとマイナー契約で再契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月5日に自由契約となった。2018年4月13日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。オフの11月2日に FA となった。2018年10月10日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、 翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は参加トリプル A 級サンアントニオミッションズで49試合に出場したが打率2053本塁打9打点に終わりオフの11月4日に FA となった。2020年1月9日にブルはずズとマイナー契約で再契約したがマイナーリーグが 新型コロナウイルスの感染拡大により開催されなかったため公式戦に出場することなく11月2日に FA となった。この年限りで現役を引退した。ありがとうございます。